アタッチメントをリュックに取り付けます。マジックベルトを上にして、下を通して、穴の部分に通します。通したら引っ張ってください。ある程度軽く。で、ここがロックするぐらいまで入ると抜けなくなります。で、まずは仮止めで軽く止めておきます。まずリュックが空よりかは、物がちゃんと入ってる、ある程度重さがあった方が安定します。で、アタッチメントは、鎖骨の位置あたり、こう下すぎると安定しないので、鎖骨の位置あたりに持ってって取り付けるようにします。で、さらにチェストバンドがある場合は、チェストバンドをはめると荷重が分散されるんで、より安定します。傘のホルダーをリュックの下のところに取り付けます。で、ここの部分に傘の柄を刺して、傘を広げて持ち上げます。で、先ほどつけたアタッチメントをちょっと調整しつつ、はめ込みます。で、マジックベルトで締めます。で、リュックの方とベルトの方で調整しつつ、場所位置を調整します。外します。外すのは逆の方、動きのまま閉じて外します。で、ホルダーを外して、傘を差して、傘を回します。雑巾を切るような感じですね。雑巾を水切りをするような感じです。また今度はホルダーに差し込んで、リュックに取り付けます。ベースの、基本は65とか70の傘の芯だとパチンとはめることができるので、はまったらマジックベルトで留めます。細い柄の棒はパチンとはまらないので、誘導してもらって溝にはめたらマジックテープでしっかりと留めてもらいます。